3月29日は、グレゴリオ歴で年始から88日目にあたり、年末まで、あと277日ある。ベトナム戦争、米軍の撤退が完了。画像は解放され帰国の途につく、米軍捕虜世界的な回帰日食日露戦争時の、ロシア満州軍総司令官、アレクセイ・クロパトキン誕生メジャーリーグで、史上最多の511勝を挙げた。 当主債ヤングニューデリーの都市計画にも携わった建築家エドウィン・ラッチェンス。画像はインディアゲート魔術的リアリズムの作家エルンスト・ユンガー・イギリスの第72代首相ジョン・メイジャー空中ブランコノリの息子として生まれるジュネットとワイドプロジェクトを設立した日本のインターネットの草分け的存在計算機科学者村井ン・スウェーデンをグスタフ3世3週間前に 受けた銃撃により没点病を用いた新印象派の画家ジョルジュス・ラボズ。画像は、グランドジャット島の日曜日の午後マリモの日。ありがとうございます。